こんにちは、日本酒おじさまです。本日は佐賀県の天山酒造さんの七田ですね、純米吟醸おまち 50% を紹介したいと思います。原材料名は米麹で、いずれも塩米はおまちですね。岡山県産だそうです。精米部合は 50%、 アルコール度数は16度と少し高めになってますね。それで飲んだ感想なんですけれども、まずいわゆる日本酒らしい日本酒っていうパターンと、そのフルーティーな飲みやすい日本酒っていうパターンとでいくと後者になります。フルーティーな感じですね。まあおまち 50% っていうこととですね、 あとそうなんです、室賀生原酒なんですね。だからちょっとこう、ヒロキなんか代表格かと思うんですけれども、そういう香りが立ってて飲みやすくてですね、そういう印象というか予想といいますか、それを持って、一口目をいただきました。で、香りが立ってるだろうということで、ちょっと最近続いてますけどね、ワイングラスでいただいてですね、やっぱりこう、口に運ぶときにですね、香りが立ってて、すごく期待値が高まる感じですよね。で、実際口に含むと結構粘性が高くてですね、わずかなガス感がありますね。シュワシュワっとした感じ、福島の自然豪みたいなですね、ちょっとこう舌がひりつくようなガス感があります。で、その上でこうフルーティーな香りが立ってますから、やっぱりこう爽やかな感じですよね。とても美味しいお酒だと思いますね。甘口辛口のところでいくとですね、それなんで、香りは甘口なんですけどね、ちょっとこれも分類が甘口辛口ないので、早めに私も判別できるようにしますけれども、素人の味っていうことでいくと、それは甘口っていうことになるかと思いますね。ただちょっと日本酒感残ってるんでね、ちゃんとこう、なんていうんですか、正式な判別っていうのがあれば確認したいところではあります。お酒のスペックとですね、飲んだ感想はこんなあたりで、あとは関連するお話ということで、このお酒は、たまたま入手したんですけれども、花火を買いに行ったらですね、花火はどうも単品では買えないということで、もう一本買ってくれっていうことだったんで、こちらもうちょっと見たことあったんで手にしました。で、七田はその天山酒造さんっていう酒蔵さんの商品なんで、そちらの公式サイトを見たんですけど、結構探したんですけどないんですよね。商品一覧に七田がなくて、でも全然もちろんどっかとのコラボとかじゃなくて、普通に天山酒造さんで作られてることは間違いないんですね。で、サイト、あるサイトにはこう県外に向けて出しているものが七田ですと、で県内のものは天山っていう銘柄で出しているというような話もありました。なんかその地域の認証とかの関係で、そういうこともあるのかなと思って、それ以上は、どうでもいいといえばどうでもいいことなので見なかったんですけど、だからちょっと七田について詳しく確認しようとすると、天山酒造さんの公式のウェブサイトではなくて、酒屋さんとかのレビューを結局見ることになるかなと思うんですね。なんで、特約店とかですね、それこそ長谷川さんのようなこうなんていうんですかね、権威みたいな酒屋さんのサイトを紹介する、確認するといいのかなと思います。あとは佐賀県のお話をしようと思ってたんですけど、佐賀県ってあんまりこうお酒のねイメージが、あんまりないかなと思うんですけど、鍋島ですか、それのイメージが結構私はあったんですけどね。九州もやっぱりこう焼酎文化圏だって私は思い込んでるんですけど、結構日本酒は日本酒で力を入れてるところもあるみたいで、佐賀はその一角ということですね。県の方でちゃんとページを作っていろいろ取り組みを紹介しているような取り組みも見られました。なんか一部ではこう幻の日本酒とか書いてあるんで、ひょっとしたらこれ次の60回とかですね、70回とかそういう回で持ってくればよかったかもしれないですね。
といったところです。本日は七段の純米吟醸お待ち50室賀生原酒を紹介いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。また明日よろしくお願いいたします。